迫り来る朝への憂鬱と怠惰に酔うこの夜のため、そして人間が扱いに困る自身の心をつまみにお送りする40分、人畜無害の仮面を外し、世事と愛想笑いに嫌気がさしたその本心を喜ばせるため、あなたの耳と心を拝借し、一人では長すぎる夜を過ごすあなたのお供をするのはこの私、シンガーソングライターのシギです。今夜も始まりました、シギのインターネットラジオ、一人では長すぎる夜、シンガーソングライターのシギです。第2回目ですよ。はい、もう7月ということで、なかなか暑い日々ですね。私の車内耐久もう一生耐久戦争あんまり冷房つけない派なんで、車の中でね、夏はいつももうほんとね、真夏なんか車内の外をどんだけ涼しいんだよってぐらい冷房つけないと暑いですからね、車内。それを私はだいたいめまいがしてくるまでやってるんですけれども、またその季節がやってきました。運動するより今日も車乗ってたんですけど、ほんとね、朝お風呂入ってもベタベタになっちゃうんですよね。なんでそんなしてまで冷房つけないかというと、結構真夏の太陽の暑さってこう自分のなんかこう生きてるっていうのが試されてる感じがすごい好きなんですよ。なんていうかね、それに負けないぞみたいな、こうスポコンなんですけれども、そういう感じで車にえんこ乗っているわけなんですけれども、それでもね、最近はね、もうコペンちゃんも12万キロ超えましたよ。この間12万2222キロ行ってて、ほんとね、やばいからあんまり車に乗らないようにしてて、電車で行けるぐらいの距離は電車を使おうとしてるんですけれども、やっぱね、大学の時によく電車乗ってたんですけど、電車もいいですね。大学時代の電車乗ってた時の思い出だと、割と朝方一限とかあると7時ぐらいに電車乗るんですけど、50代ぐらいのおじさんたちがホームからホームまで猛ダッシュしたりするわけ。あの光景がすごい好きで、なんかおじさんが走るところがすごい可愛いですよね。熱心で、毎日運動会がここで開かれているのかという気持ちでね、すごいいいなって思ったんですけど、あとだいたいね、帰り際なんかはあんなに朝さ、おじさん走ったもんだから、仕事もしたもんだから、帰り疲れちゃって寝てる人とか結構いるんですけども、おじさんの寝顔をキス顔だと思ってみると、すごいなんか面白い気持ちになっちゃって、あ、こういう顔してキスするんだね、このおじさんとか思ってね、ちょっと愛おしい気持ちになってくるんですよね、無防備さが。といっても私も一回中央線で超大口開けて寝て、頭重いから後ろに行っちゃって、こう窓ガラスにすごい勢いでぶつけて起きるっていう、あれ本当恥ずかしいですよね。でもなんかそれを周りの人がしてても何とも思わないんですけど、なんかそういう無防備な姿をね、
日本人は晒しますよね、車内、電車の中で。それがすごい微笑ましいなって思います。だもんで最近は電車の中で過ごすことが多いですね。まあそれもそれでいい。コペンちゃんもいいけど、コペンちゃんだって12万キロ乗ってて一回も故障してないんだから、本当にすごいよダイハツ。当たりの車なのか知らないけど、あの私の姉ちゃんが、お姉ちゃんが買った車なんて割と買ってすぐ故障してたからね。あの自動ドア、電動ドア、あれ割と故障が出やすいらしいんですけれども、でこの間その姉の子供がねいまして、一人女の子なんですけど、で姉がその子供にお金貯まったら今度新しい車買おうねって言ったらしいんですけど、そしたら今ある車とお別れしたくないって言って号泣したらしいんですよ。もう3歳なんですけどね。いやー3歳でも車とか物に愛着って湧くんだなって感心しました。子供の頃そんな車に愛着湧いてたかな、なんかなんともあんまり湧いてなかったと思うんですけど、もうでも私はもう愛着湧きまくりで、多分コペンがぶっ壊れる時は自分も一緒に走ってぶっ壊れる時じゃないかぐらいね、一緒に共に落ちようぐらい愛着湧いてますけれども、まあでも長生きしてほしいので、故障せずに優しく、もうすぐ車検なので次の点検まで優しく乗りたいなと思います。はい、そんな感じで、そろそろ、あーっていうかどうでもいい話をするけど、もうすぐ七夕じゃん。皆さんのお家のそばの商店街とか七夕祭りをやるんですか？川口も商店街で昔から七夕祭りやってて、いろんなね飾り物とか屋台とか出てるんですけれども、すごいね、毎年すごい人ですよね。全然最近行ってないな。もう七夕といえばドリカムの7月なのか晴れぐらいの記憶で止まってるぐらい、あんまり七夕に最近馴染みがないんですけれども、まあでもいいものですね。そんな男と女が1年に一度だけ会えるという、そんな、あれこれ何日3日か、そうだもうすぐだ、もう1年に一度だけね愛する者どもが会えるということに記念しまして、次このコーナー行ってみましょうか。行きますよ、そろそろ。仮面の告白。今夜も誰かの心の奥に秘められた言葉をつまみにして、楽しく思考を巡らせてお話をしていきたいと思います。今回のジャンルは恋愛、テーマは誰にも言えない恋愛です。さて今夜もここで詩吟のバンドメンバーであり、サウンドディレクションからアートワークなど詩吟の制作全般の共同作業者であります大金翔平さんこと翔平と共にお送りします。こんばんは。こんばんは。お翔平さん、はい、七夕ですよ。七夕ですね。七夕に、七夕が近しい日に、はい、誰にも言えない恋ですよ。不倫不倫何ですか、はい、織姫とさ人星が会うわけですよ。お互いに相手がいるのに
なんでそっちに持ってこうとするの？誰にも言えないから。あ、じゃあ家がね厳しいとかね、うん、あお互いね、ちょうど、うん、あの織姫が生理だったとかね。うわ曲がめちゃくちゃ暗い、うん、まあそういうねいろんな障害を抱えた織姫と彦星ですけれども、そうね、ヒートアップですね、うん、まあ障害があればあるほど燃えるということで、でもまあね人々が決めつけた倫理やっていうものみたいなインディアンみたいな、ああ響きが倫理や道徳を超えて、はい、人の情というものについていろんな角度から話をしていこうではありませんか、はい、この誰にも言えない恋を通して、はい、今回お便りをいただきました。あ、来ました。はい。よかったね。それをぜひともね、これを使ってみんなと話のつまみにしながら酒を飲み明かし。曲止めちゃった。どこ行っちゃったの？あ、いや、うん。そうしていきたいと思います。はい。紹介します。ラジオネーム浮き輪さんからいただきました。しぎさん、翔平さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ラジオ待ちに待っていました。はい、またしぎさんののんびりトークが聞けると思うと本当に嬉しいです。一週間が楽しみになりました。ありがとうございます。さて早速ですが、しぎさんらしい深い悩み相談のコーナーですね。僕よりもぴったりな人はいないと思わざるを得ずメールを書いた次第です。僕には今好きな人がいます。しかし出会った時からその人には旦那さんがいます。織姫と彦星パターンそうと、うん、そうと知っておきながら、最初はただ仲良くなれるだけでいいと、会社の飲み会、過去相手は同じ職場にいます。またそんなんかで頑張って隣の席をキープしたり、うん、相手の好きな映画を見ては感想を言い合ったりしていました。その女性も僕が、映画を見終わるごとに次はこれがおすすめだよと教えてくれるようになり、途切れずに LINE でこう会話をするようになりました、はい、そしてこの間ついに2人で飲みに行ったのです。あら、会話の流れで彼女の旦那さんの話になったのですが、彼とは結婚する前から付き合いが長く、もう異性として見ることはできなくなったと言っていたのが気になりました。あら、ちなみに僕に恋人はいません。このまま僕は恋人を作らず彼女を思い続けていいのか、すっぱりと諦めて恋人や他の趣味を作って忘れる努力をしたらいいか、シギさんと翔平さんの言葉が欲しいです。君の読み方はピュッ、あ投げた。ああ今日はなんかそういう音を出す日ね効果音の日、うん、だって、はい、大変ですね。ね、ですね。いや、あのさ、はい、みんなさ、はい、職場で何やってんだよ。仕事ですそうですね。そんな出会いやすいの？でも私はさ、そんなに社会経験ないじゃないですか。そうなん？翔平さんよく知ってますけど、ね、うん、知ってますね。音楽をやってる時間の方が長いじゃないですか、はい、そうだね。それが仕事ですか、まあ、やったバイト経験としても、うん、牛角とセブンイレブンぐらいじゃないですか、うんうん、大手チェーン私らしいですよね。大手、うん、そんな私からしたら、はい、みんなね、はい、何をしてるんだと。え？職場で。ああ、だって前回もそんな感じじゃなかった。前回もそんな感じだった。新人だかなんかさんですよね、うん、そんな感じだったね。今回もさ、だからその寄せられてくるのかな、こういうこういうコーナーになってくるんじゃないか。出会いがやっぱそこなの。うん、まあ、でも近いからじゃないですか。毎日顔合わせるし、うん、
ああ。わかんないけど。翔平さんはあの職場、はい、あのバイトとかさ、はい、そういう経験があって、ありますね。そういうのやっぱあったんですか？あ、でもね、僕はその職場でどうこうっていうのはね、基本的にはね全然なくて、うん、あんまりね、まああの仕事をしてる時とかはもう無なんで、あの無、大仏ってこと？大仏、うん、そう、だいぶ、今だいぶ大仏っておっしゃってひどい、うん、この辺からちょっと陽気になってくる、本当だ、ポップになってきたね。そうだから、まあ、だから無になってるのでほぼ喋らないってことは、こう職場でこうなる人は割とそういう異性を異性異性として見てる人はそうなりやすいってこと？あ、そうでしょうね。ほー、うん、ほーん君は冷たいね、ね。そうなんだね、うん、でも映画をこう一緒に見たりとかね、うん、共有したりしてるのはなんか楽しそうですね。いいですね、はい、やったことありますか、そういうの？そうですね、 ああ、そう、ありますね。楽しい。やっぱり何がいいって、うん、相手が好きなものを知るっていうのはいいですよね。ああ、それは楽しい、ね、うん、そう、それはね、相手が好きなものを知るっていうのは相手が教えてくれたりってこと？そう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 、ね、これが良かったみたいなのさ、あ、見るとさ、そういうのね、楽しいね。ああ、これをあの人も見たんだなって思って見る、うん、その時間がいいですよね。ああ、確かにね、うん、それをこういうのいいよって、例えばじゃあこの音楽いいよって言って、うん、この映画良かったよって言っても、なんかそれをね、何にも何にも言ってくれないとちょっと寂しい、ティブだね、あるね、うん、僕そういうの何回もあるけど。え、そうなの？何回もあるね。なんでだろうね、分からない。それはちょっと理解の範疇に及ばなかったのかな、その彼女が。なんだろうね、まあ別にいいんだけど、なんかあんまり、で、僕がそう勧めるものが多分そもそも興味の湧かないものだったりするのかもしれない。あ、ね、でもあれだよ、バス男とかね、周平のあれ違うか、うん、はい、ゼニゲは最高だったよ。ジョージ秋山先生、あれ正座してみないといけないから、あれも代わりパクしたから、うん、返して別にいいんだけど、うちにあるから、うん、あれ本当に大号泣した。そうだね、もうワンワンになる、うん、あれでもね、実はね、もっと言うと、うんうん、もっと言うと、あれ僕の前組んでたバンドのボーカルのものかもしれないっていう可能性が。でも彼は彼の交流してるんだ。そう、彼が最初に勧めてくれて、でそれで僕、え、ランク、そう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 、え、確か、あ、へ、確かそうだった。確かそう、ああいうの読むんだ。いや、あの人そういうのばっかりよ。そうなんだ、うん、へえ、うん、すごい好きだからね。あ、そう、そうで、それで、うん、勧めてくれて読んで、うん、でもね、彼の家にもあったんだよね。あ、じゃあ違うんじゃない。いや、でもなんか、でも借りたまんまな記憶もあるんだよ。もしかしたら借りたままで自分のものだと思い込んでて、もう数年経ってるから、彼がもう諦めて何も言わず自分の買ったんじゃないかっていう、うん、っていうのも感じているよね。あれは本当によかった、本当に、うん、もう最初に投稿してくれた人の話ゼロ、二人二人の会話になっちゃってるからね、うん、だからね、ゼニゲバを読んでみろっていう。そうだよ、浮き輪さん、ゼニゲバだよ。で、でも、いやいや、ズバって今日効果音ばっかり。あれ本当に切ないしね、虚しいしね。そうね、本当ね、何とも言えない。これは読んでもらわないと分かんない、分かんないね、この気持ち。そうですね、本当に。いや、でもそれ、これはどうなの？え、この彼はさ、大変だ、どうしたらいいのって聞いてきてるけど。いや、でもそういうことやってるってことは相手もあれでしょうね。これはありなの、ね、やっぱ全然相手もなんかいいなと思ってるからやってるんでしょ。どっかでね、二人で会ったりもしてるわけじゃない。うん、なんかこの前もこんな話したな。うん、こんなのばっかなのかな、このコーナー。まあいいんですけど、だからそうだったらそれがいいの。そのまんま、でも相手に相手がね、相手に相手がいるからね。自分にはいないとね。うん。寂しいね。寂しいの？え？
寂しいのかな、わかんないけど、そういう風に感じたりもしますけどね僕は。うーん、そこはわからないの。もうこういう皆さんも七夕間近ということで恋愛をしているとあれですね、うん、ちょっと変なテンションになってる今日、うん、リミットもあるから、ね、どうしたんだろう、無制限じゃないから時は、ね、なんでこの恋愛相談でお餅って言っちゃったんだろう、多分気持ちが入ってないんじゃない気持ち、うん、君はそういうねところどころで本音をぐさっていうのやめなさいよ、うわ人の本心をね、うん、まあ非常にまあでもあのなんだっけ、人間は考える、なんだっけ、そう、足やった言えたあのスーパーヒットチキン、えテリー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 はコンフロスティーだ、違う違う、ねるねるねる、全部違うから退場だよ、退場でしょあのそのね、考える足ってどういう意味だったっけ、いやちょっとそれはやめて、ね、それはね、うん、ウィキペディア、ウィキペディア、やっぱり、うん、私は思います、ウサギを飼っていると、ウサギは餌と水を食べて生きてます、で寝る、たまに私のところにパパパって走ったりする、あとは寝っ転がって、でまた夜が来て朝が来て、ご飯を食べて水を飲んで走り回って寝る、うん、そうでしょ、え馬もライオンも、うん、みんなそういうシンプルなさ生活をして、まあまあね、生きてな、どうして生まれたんだろうなんてことは考えずに、ただただ与えられた命を全うしてる、うん、圧倒してると言っちゃったな、はい、与えられた命を生きてるだけで、うん、ご飯だって人間みたいに、うん、お腹がいっぱいなのに、うん、ちょっと小腹が空いた気がするからとか言って食べたりしない、あもうお腹がいっぱいだったら目の前にシマウマがいたってライオンは襲ったりしない、それね、言うよね、うん、自分の身の丈を、うん、身の丈通りな感じがしませんか、はい、動物さんは。でも猫はもうブンブク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 、あれはそうだ、太ってるあいつら、野生にいる人たちとあの家庭の中にいる人たちは違うんだろうね、家庭の猫、家庭の猫、うんうん、あ確かに、でも犬は、うさぎも太りすぎとか、犬もダイエットとかあるし、やっぱりさ、だからそのなんか安全に暮らしてるからじゃない、暇なんだ、暇、あいつら暇なの、うん、暇で暇になってるんじゃないなんで大分大仏とかさ、うん、ちょっとなんかに、ね、してやったりみたいな、やっちゃったやっちゃったみたいな、うん、まあそういうなんかこう野生の動物の、はい、無駄なことを考えずに、ただ与えられたものを生きている、うん、かたや人間はこれは煩悩だよ、うん一言で出てきちゃった、くどくど説明しようとしたのに、でそれが何だっていうんだ、それをさ持っちゃったじゃん、これはもう逃れようがない事実なんだよ、思考っていうのは、はい、うん、だってそれが持て余したり扱いきれなくなったりするからこそ、映画を見たり音楽を見たりして泣いたり幸せな気持ちになったりするんじゃ、うん、そういう煩悩というかね、うん、持て余しちゃった気持ち、はいはい、いけないと知りつつもその惹かれてしまうことに対するそういう苦悩が美しく見えちゃうんだよね、あそうですね、音楽とかさ、うん、映画はだから、はい、いいんじゃない？私の音楽聴いて。おおここに涙、生きとし。それでも。いやでもなんかそうだね本当に。うん、
でもなんだなんかこう好きだったら好きでいいよねって思うね。そう思う、うん、そういうことじゃない。これ違ったらどうしよう、うん、いやあんまりこう何かを断絶しようとすること、どうしたの？不健康なことってあるじゃん。ああ、ありますね。たださ、健康、栄養が偏ってるんじゃなくて、自分がまっすぐな気持ちになった時に、うん、何かどっかこうそのまっすぐな気持ちをにじ曲げようとしてる自分、うん、いやこれは本当は良くないんだとかさ、ああそういうねじ曲げてる不健康なことって、うん、極力私は排除して生きていきたいの、うんうん、なんかだからこうね、私も音楽が音楽だからいろんなこと考えちゃう、うん、ああ音楽が音楽だから。私の音楽ってあれじゃん、うん、あ、うん、結構そう、ね、あのシンプルというかさ、ハッピーみたいな感じじゃないから、うん、考えちゃうには考えちゃうんだけど、ちょっと1年前ぐらいかな、うん、うん、ちょうど、うん、1年前ぐらいにごちゃごちゃ考える前に面白いか面白くないかそれだけで考えてみようって思ったの。あ、うん、で面白そうだったらやろうと思った。あと怖いと思ったことはやろうと思う。え、これ怖い。バンジー。バンジー、そうバンジーだね。あ、うん、あでもその要は挑戦するときってことだよね。そう、こっちに行くのいやーみたいになったらそれは選ぼうってことね。そう、人間って、うん、私たまにこう口癖のように怖いよっていうときあるんですよ。怖いよとか、うん、でも怖いって実はやりたいことっていうのを聞いたんですよ。うーん、うん、本当はやりたいんだって。はいはいはい、っていうのを聞いてから、あ、怖いなって思うことは積極的にやってみようと。それが自分だと、うん、自分のその本心なんだってしたのね。そう、やったことないから怖いだけで。確かに、ね、でも本当はすごいやってみたい。あ、ジェットコースターもそうじゃん。確かに、ね、あ、乗れる人はね、うん、あ怖いけどみたいな、うん、僕乗れないけどね。うん、乗れるようになった私。あ、そう、うん、すごいね。すごいのは無理だけどすごい怖いの。あ、そう、そういうなんかシンプルな世界観で物事を見ようかなと思ってからは割と挑戦的になったりしましたね、うん、喉つらそうだね。そんなことないよ。ああ、ちょい詰まってたから、うん、考えながら話してたからちょっとごめんなさいね、うん、はい、どうぞ。え今すごいいいこと言ったから私が。君のターンだよ。うわ、一人ずついいことを言うターンみたいなないけど、ね、でもなんか分かんないけど、そのこの投稿者さんの、うん、ごめんなさい、お名前になったっけ。浮輪さんだね。浮輪さん、うん、これ浮き木と輪を反転すると浮気さんだね。うわ狙ったんだ。あ、でも彼はいないんでしょ。そうです ね、うん、恋人がね、自分にはいないんでしょ。だ、相手のことを、ね、さらっとこうさらっとさらっとこうディスってる。お前みたいな、うん、お前だよお前だ。なんだろう、だからでもなんだろうね、やっぱ固く考えずにっていうと平たいけど、さっきも言ったけど、うん、あの変な駆け引きとかしないようにした方がいいよね。ああ、恋愛の？うん、なんかね、駆け引きがどう、恋愛があるけど、絶対に駆け引きになっちゃうところはあると思うんだけど。駆け引きって何？どういうことが駆け引き？な、知ってるくせに何言ってんの？おい、おい、何それ？新しいんだけど。何それ？全然わかんない。今いきなり来たからすごいびっくりしてる。ドア開けたら男爵いたみたいな感じだからね。
いやさ、うん、まさか来ると思ってない玉が来たから今ちょっとびっくりしちゃって、うん、そうこっちも座ったよ、ね、体温上がっちゃった、うんうん、全員座ったね今、うん、2人とも、うん、ちょっと質問上がったよね、うん、多分この部屋全員座ったそうね、まあ、だからなんかその相手が駆け引きを求めてきたりとかその試すようなことを言ってくると思うんですけど、そういう時にあ、うん、なんて言うんだ、なんかさそのいやだから自分こっちがさもう取りこっちが僕がねその浮き輪さんだとしたらね、うん、その要は例えばじゃあ今その相手の女の人が旦那と別れたいと言ってきたとして、うん、別れたいけど、うん、なんかその怖いみたいなこと言ってきたとするじゃん、うん、何が怖いんですかって聞いた時にさなんかそのそういう時にあんま答えなかったとするじゃない、うん、もうその空気がさなんていうのそのいろいろ察しろみたいなさあーえ怖いでしょ、え何それ例えばだ旦那もしあなたが私の子私とこう一緒になるっていうんだったら、はい、今の旦那よりその上のものを、はい、あれ何そんな やってくれるのかみたいなねっていう勘繰りをする僕だね、駆け引き苦手なのよそういうこと言う。で僕もさそこまで考えちゃうってこと周平は考えちゃう、これこの沈黙は もしかしたらみたいな、いや沈黙には何も感じないけど、うん、沈黙してるときは僕も沈黙してるから、うんうん、多分全体的に沈黙になってるんだけど、うんうん、でもなんかそのやっぱかんなんていうんだろうね、なんかこうなんか暴露大会じゃないけどさ、ちょっとな本心で話してる風な空気感の時とかはやっぱりねどっかにねそのあるよね、ふうえふうってこと、うん、分かんない分かんない、あふうって話してるふうあふうね、うん、あの本格派みたいな、でもあ本格派ね、あれ全然欲しくないやつね、うんうん、ミラノ風とかね、うん、どっちなんだろうですね、ミラノ行ったことない人がミラノ風のやつが好きだったですね僕もないけど、ね、想像もできないけど、だからなんかあのなんだろうねそういういやねって思っちゃうね、そっか、ってことはこの浮き輪さんには、うん、もう結局この話が散漫になりすぎて彼に何も伝わってない俺はどうしたらいいんだいやでもだから僕が思うにはその正直にいればいいと思う、はい、でそれで傷つくことを恐れないことって大事だよねって今自分で言いながら自分にも来てるんだけど本当にそういうタイトルみたい、うん、いや本当になんつうんだろう、こう例えば、はい、自分はその彼女をものにしたいと思っていたとしてもさ、うん、彼女の本心はさじゃあ分からないわけじゃない、分からない、もしかしたら自分には来ないかもしれないと思うと不安になっちゃったりさ、自分が傷つくかもしれない、振られるかもしれないと思うと不安になるわけじゃん、うん、だそれを、うん、なんかもう傷ついても振られてもいいんじゃないかっていうところは常に持っといた方がいいと思うね、うーん、でだけどそういうのも分かってるけど、分かってるってことはじゃあ自分がそのここが例えば弱い、例えばなんつうの、何か自分にコンプレックスがあってそのコンプレックスをすごい気にしてると、でその旦那さんとの比較した時に自分のコンプレックスはこういうのがあるからダメなんじゃないかと思い込んでるとするじゃん、自分がじゃあ浮気さんが、浮気さんって言っちゃった浮き輪さんだったね、うん、さっきも浮き輪さんって言っちゃったかもしれないねこれ、うん、その浮き輪さんがねそうなってるとするじゃんね、うん、だそうした時に、うん、自分でそのコンプレックスを持ってる部分のことを言う、なんかもう隠さないことだよね、俺実は小さいんだとか何それ言いたかったのそれがなんで今そのそれ言っちゃったのそうだからそういうのがあったとして忘れられない忘れられない、うん、忘れられないあなたと私ってよくわかんない、うん、そうだから、うん、だからもうちょっと間にさ入れすぎててもその大した話あのサンドイッチのね具が超大きくてね、もう挟めないみたいなだからとにかくそれぞれ食べてるみたいなんじゃないね、もうそれぞれバラバラにしてバラ開けようみたいなだからあのもう何を言いたかったのか私は。アントニオ猪木ってことでいいよ。なんでそれむちゃくちゃにするの今日。これあ行けば分かるさっていう。なんでちょっとこのままちょっと常に笑ってる。このまま行けよじゃなくて、うん、この道をって、ね。そうだ。
分かってないっていうね。うん、まあとりあえず、うん、とにかく傷つくことを恐れずに自分の気持ちに正直になっていればいいと思うんだ。はい。いや、うん。うん。いやそんな偉そうに言えないんだけど、うん、僕はそう思う。でだからそれで振られるとか、そのもしかしたら嫌われるんじゃないかと思わなくても、自分がさ持ってるコンプレックスがあってもそれもオープンにしちゃえるんだったらしちゃえばいいと思う。うん。うん。それだけど。うん、だってそのコンプレックスと好きっていう気持ちは全然関係ないからね、別物だから。いいですか。あ、怒られる。人を好きになったんだよ、はい、えこの人、はい、好きになるっていいよね、はい、うん、うん、そう思うよ。終わり。人間がいろいろ複雑にしてるけど、うん、この人のこういうところ好きだな。今日ね、漫画でね、漫画読んでたの？すごいね、泣いちゃったね。一言があったんだけどね、何で泣いたんだっけな。うわー、思い出せてないな。あのね、はい、子供がね、まあ、自分よりも全然お姉さんなんだけどさ、その人のこと好きになって、でもその人死んじゃったわけ、自分の好きな女性がね。でもその時にさ、その、まあ、その子すごい子供なんだけど、うん、でもすごい好きだったと。なんか、なんか宇宙のどんな、なんだっけな、どんなものよりも好きだったみたいなことを言うの。うわ、そう、この人のことが。でそれは女性には伝えてなかった。その女性が死んだら、その女性にのことを、女性に向かってそういうこと言うの、うん、僕は好きだったんだみたいな、ね、本当はこの人が好きだった、宇宙のどんなものよりもこの人のことが好きだったんだ。超切なくない、うん、火の鳥すっごいもうそれでね、おーってなったの。もう一回やって。わーってなったのそう、でもあれすごい感動するよね。そう、もうね、なんとも言えない気持ちになった、うん、やっぱそれはあの異星人なんだよね。異星人だったんだけど、うん、でもやっぱり異星人だって好きになっちゃった、まあ、好きになっちゃったんだからさ、うん、浮輪さんの好きなやつなんかで地球人でしょ。いいじゃんいいじゃん、どうってことだよ。いやいやいや、そんな、だからそんなさ、彼は自分の身の振りを悩んでるだけであってケチョンケチョンにされている。なんでそんな批判されなきゃいけないんだっていう。なんか投稿しづらいよね。うん、しづらい、ね、うん、ダメ、もっと温かく迎えてあげよう。もう迎え入れることはもう散々な迎え入れになって。私のせいか。いや、私のせいでもあるかもしれない。私のせいだった。そう、だから人を好きになるっていうことに罪悪感を持ってもいい時と悪い時があって、持ってもいい時っていうのはそれが世界観になる時で、あの世界観、そうそうそう、それがさ、あ、何、センチメンタルじゃないけど、こう、うん、人を好きだなって思う、でも罪悪感を持つのがさ、その小説でよくあるじゃん、そういうくだり、うん、そういう気持ちになって浸れるならいいんだよ。ああ、俺みたいな、ああ、うん、それぐらいの気持ちだったらいいんだけど、それで日常生活が破綻するような感じだったら、うんうん、君は君自身を苦しめるだけだから、考え物だな。穏やかじゃないね。わ、結局男、結局怒られてる。男って言っちゃった。結局男って何？うん、うん、うん、だからそう、自分を大切に。東京電力。ちょっと、いや東京電力自分を大切にとかっていうキャッチコピーを入れるっても受けるけど。うん。そんなこんなでね、うわ、締め
閉めやがった。ガラ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 無理やり、まあ、そんなこんなんでね、はい、この多分ジャンル恋愛は続くとしても、はい、トークテーマの誰にも言えない恋がもうそろそろお開きになりそうな、なんかね、そうなんか感じもしますけれども、はい、とりあえずでも、はい、なんか募集します、はい、とりあえず現在のトークテーマ誰にも言えない恋、あなたの心の中に隠されたお話を募集してますので、ぜひ告白してください、今日やりましたお話の感想なども、ぜひお送りください。メールアドレスは info@shigi.net info@shigi.net までたくさんのお便りお待ちしてます。さて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 、そして、8月にワンマンライブをします。8月12日金曜日、シギ弾き語り単独公演、音は人なり、第4回、会場は恵比寿天窓スイッチ、7時会場、7時半開演になります。チケットは、一般3,000円、学生の方は学生証提示で2,000円、どちらもドリンク代がかかります。前回引き続き、弾き語りワンマンしますけれども、今回はまた全然もうすごいねっとり濃厚な内容になる、します。チケットのお申し込みはチケット @shigi.net チケット @shigi.net までお名前と枚数を記入して送信してください。今回も数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。そしてそしてこのワンマンでもワンマンライブでも貴重な重要なお知らせやお楽しみがありますので、ぜひぜひいらしてください。ということで翔平さん、はい、いかがでしたか。いや、こんな話し方でいいのかなって思っちゃったよね。でも途中で私もね、はい、一回すごい体温が上がる瞬間があったんで、はい、我々の白熱した瞬間はお届けできたんじゃないかなと思います。あれなんだっけ、まあ、白熱はしたけど何の時だっけ。ああ、駆け引きの時か。ああ、なんであんな声出たんだろう、うん、ね、いやもうなんか擬音が今日多すぎてね、うん、ちょっと人間と生物の間だったね、うん、またこう難しいこと言うね、うん、難しいことっていうか、まあでもつい最近僕そういうタイトルの本読んでた気がする。何？気がするって言ってるぐらいだから多分全然読んでないそこそこが気がするんだとやばい、ね、うん、やばい、ね、読んでた気がするってね、うん、ちょっと ね、 そうね、不確かだな、うん、不確か確か、うん、ちょっとね、我々のこの散漫すぎる感じもね、ちょっと次からねめちゃくちゃ訂正しようか。本当ですか。私市議の道しるべの時、うん、これよりひどかったですけど。成立しないじゃん、うん、うん、時間が来たみたいな感じだった。時間が来た時間まで喋るみたいな感じ。あ、そう、うん、もうみんな好きでいてくれたと思いますよ。どう、イエーイ、一人イエーイちょっと古いね、スタジオの外、うんうん、という感じでね、ちょっと反省しつつね、はい、またお便りも、普通のお便りも募集してますので、質問も、はい、そんな感じで、次回のシギのラジオもお楽しみにしててください。ということでシギのラジオもお別れの時間になりました、これまだ戻っちゃうよこれ何でもね楽しくね、はい、一人だけ楽しくしちゃったけどそれではシギと翔平でした。翔平です、はい、またねー、さよなら。